よく使う、ショートカット、キーボードショートカットについてちょっと紹介をします。これね、日常的にこれがもうなしではいられないというか、よく使ってるキーボードショートカットなんで、ちょっとやってみますとね、こんな感じでね、いろんなのができるんですね、こんな感じで。これやっぱ便利なんですね。でこれ一つ一つ紹介しますね。で、これはね、基本的にはここのね、上の表示ってところの中に入ってるんですね。で、まあこんな感じでね、ここにあるこれがまさにこのショートカットですね。これ Mac なんで、これ変な記号ですけど、これオプションですね。オプションとコマンド、オプションとコマンドの後にアルファベットがついてるだけなんで、その切り替えですね。だから、ショートカットを見たいときにはこの表示っていうところを開いて、この辺に行くとここに並んでます。オーバービューからミキサーに至るまで。で実際にそのショートカットっていうののまず一つ目はね、オプションとコマンドを押さえておきますね。で L っていうのを押すとこの下のとこが開いたり閉じたりします。 L ですね。これはだからクリップがちょっと下の方が見えないという時にこれをパッてやったらずらっと見えるんで、すっきりみたいな。で、で次に M ですね。 M っていうのはちょっとここをでかくしときましょうかね。ここのミキサーの部分ですね、ここをこんな風にして出したり出さなかったりするって感じですね。だからミキサーを引っ込めた状態で L を押すと、同じか。ミキサーをじゃあ今度ちっちゃくしとけばいいのか、こうやって。この状態で L を押すと、ミキサーが出てて、このちっちゃい、ちっちゃいじゃない、ミキサーがちっちゃく出てて、ここの下の詳細な部分も出てると。で、ここでクリップがもうちょっと見たいって時に、ミキサーだけ引っ込めたい時に、このオプション、コマンド、M ってやると、この辺のクリップが見えるとか、うん。これ Windows の場合には何だろうな、後でちゃんと調べて記事の方に載せておきますね。はい、多分オプションとコントロールの組み合わせになるのかな、 Windows だと多分そうだと思うけど、うん。で、もう一つが、こっちが開く、この辺が開くやつですね。これはこのブラウザーですね。エブルトンのいろんなその楽器とかね、プラグインとかそういうのが入ってる左のこの開く窓のことをブラウザーって言うんですけど、ここのを閉じたり開いたりするっていうのは B ですね。ブラウザーの B ですね。まあ、これもかなり一発で邪魔な時にパッてできるんで便利ですね。それで、ミキサーが、は別にこういうやつですね。こういうルーティングのやつですね。ここの部分ですね。オーディオインターフェースから来てる信号とかをどういう風に入力しているかとかいうルーティング、もしくはこのMIDIの楽器がどういう風に、こういう鍵盤とかですね、こういう鍵盤とかがどういう風に来てるかとか、そういうのを監視したりする場所なんですけど、ここは、I ですね。I を押すと、こんな感じで、出たり引っ込んだりするんで、まあ普段はだからこのミキサーはまあここにね出ててくれた方がいいけど、ここの上の部分はいらねえなっていう時にはこうやって消しとけば、ミキサーだけ出とけばね、こんな感じ、今レベルが見えるんで、で必要な時はこう出して、ここでちょっと切り替えるかなとか、こんな風にして、こういうふうにいつも使ってます。で、あとはね、下の詳細な部分が、ここが出てるときに、今、その、ミディトラックで言うと、例えば今、ここにも音符が出てますね。こんなふうにして。音符が出てますね。こんなふうにして。で、これの音符じゃなくて、楽器の方を調整したいんだっていうときに、今、例えば、
こんな感じでね、音符が出てる。で、楽器の方を調整したいという時にはシフトを押しながらタブを押すと、同じトラックのこの楽器の方が出るんで、ここで調整がこうできると、こんな風にして。で、また音符の方に戻って、音符の方をこう動かすとかね、こんな風にして。こういうのをやるときは、シフトを押しながらタブすると切り替わります。それで、シフトを押さないでタブだけを押すと、こんな風にして、アレンジャービューにとセッションビューの切り替えができます。タブキーで切り替わるですね。で、そうだな、あとはここのもう一回このミディのね、ここに戻って、今これポンって一回マウスでクリックしたら音符が来るっていう風、音符が書ける状態のやつになってるんで、ここがね、拡大すると分かる通り、この鉛筆のマークになってるんですね。で、この状態だとポンって押したら、こう、音符が書けるんですけど、これを、コマンドを押しながら B を押すと、鉛筆マークじゃなくなるんですね。で、この状態だとこんな風にして、この音符をつまんで動かせると、こういう風にして。これはコマンドで、この鉛筆と矢印の切り替えですね、こんな風にして。コマンドを押しながら B、 多分 Windows だとコントロールを押しながら B だと思います。まあ、これも何回かこう切り替えてやってるうちに覚えると思うんで。で、ちなみにこの鉛筆マークの切り替えはここのね、上のところに鉛筆かどうかっていうのはここでスイッチがあるんですけど、キーボードショートカットを覚えとけば、ここでこうやってる時にね、いちいちこの鉛筆のとこまで行かなくても、コマンド B でピッてこう鉛筆にしたり切り替えたりが一発でできるんで、まあキーボードの方が楽ですね。はい、そういった感じかな。あとは何かあったかな。あとはまあMIDI をアサインするときに、コマンドをしながら M を押したら MIDI のアサイン画面に一発でいけたりとか、キーボードをねアサインする機能もあるから、その時はコマンドを押しながら K を押したりするとキーボードをアサインできる画面に行けるとか、まあそういうのもあります。あともう一個あった、あとですね、言ってなかったので、ここのね名前をつけたりとかするときに、これはねコマンドを使うと便利ですね。名前をこの書き換えたりするときにコマンドを押しながら R するとこういうふうに名前が変えられるようになるんで、ここに何かこうベースとかこんなふうにしてリターンを押したら名前が決定できるんで、またこう変えたいときにはコマンドを押しながら R を押して、ギターとかねこんなふうにして、まあ、こんな感じで、ここはこれはもう絶対コマンド使った方が早いですね。うん、コマンドじゃなかった、ショートカットですね。ショートカットを使った方が早いですね。はい。